Hello there! 始まりました。もちげチャンネルです。今回はですね、再提出したですね、課題戻ってきましたので、その結果を発表したいかなと思います。先ほど3つ目のですね、課題を書き上げたんですけど、そうです。今日、今火曜日ですね。火曜日なんですけど、昨日2つ目の課題を提出したんですね。2つ目の課題提出して、で、今、木曜日に3つ目の課題を出さなきゃいけないので、今です、ね、木曜日のその課題を書き終わりました。明日、いろんなですね、クラスメイトとかと見てです、ね、これでいいかどうかみたいなのをですね、確認するんですけどです、ね、クラスメイトたちも手探りです。ですね、本当にどうしていいのかわからない状況なんですけど、そうです。どこまで書いたら基準を超えるのかとか、何を求めてるのか本当わかんないんですよね。いろいろ。まあ、ただ、いろいろとちょこっとは分かったので、ああ、この本読んどけばよかったなとかっていうのが結構あったので、その辺をですね、はいずれ話したいと思います。それではですね、すごいうるさいですね。もう相変わらずこの下に住んでる人なんでしょうけど、多分ね、ものすごいうるさいんですよ。3時過ぎまでうるさいので、ですね、困ったもんですけど、まあ、それぐらいだったら耐えられるかと思いながら、我慢してます、うん。ご飯もほとんどもうですね、セブンイレブンばっかり、セブンイレブンとラーメンがお友達ですね。セブンイレブンとラーメンばっかり食べてません、本当に。そんな生活の中ですね、やっと戻ってきましたので、はい、結果を見せたいと思いますに、そうですね、そう、レサメットっていうのがですね、どういうのかっていうのがこういう感じなんですけどね、こうやって、そう、レサーですね。で、それを再提出、サブメットするって書いてあって、で、はい。なんですかね。はい、パスとなってると思いますね。パスオフェイル。そうなんですよ。だからもうリサブメット失敗したらもうこれ次フェイルなんですよ、もう。まあ、こうは言ったらやらしないですね。なんで、まあ、なんとか。超えることができたかなという感じですね。果たして本当に良かったのか分かんないですけど、良かったっていう感じです。で、昨日出したやつ、明日帰ってくるんですかね、多分ね、それもまた再提出だったらどうしようみたいな、そのまた再提出になる可能性があるので、なので終わらせたんですよ。今日、何としてでも。ですね、もし木曜日に提出でギリギリ水曜日にやってたら再提出になって大変なのですね、大変になっちゃうかもしれないので、それもやったのと、あとはまあレッスンプラン書かなきゃいけないんでね、毎回今日のレッスンのレッスンプランまた前に書いておいて、で木曜のレッスンのレッスンプランもあるので、だからどんどんですね、遅くやっていくと課題がどんどん積み上がってしまうので、で、なんとか早めでやろうと頑張っております。よかったです。この3つ目の課題も今書き終わったので、なんとか動画撮れてます。3つ目の課題が書き終わってなかったら、この動画も撮ることができませんでした。で、よかったです。なんとかパスしましたので、これで、先に進めるというか、このままいけると思います。第3週が一番大変なので、今ですね、が最も大変なので、第4週はそこまで大変じゃないって聞いてるので、なんとか。この週乗り越えたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。そして前のですね、動画で応援してくださった皆様ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.